ご視聴ありがとうございます。今回はサーモスのタンブラーを紹介します。まず最初に本商品を使ってみての結論をお伝えしますと、ここ最近では一番のデスク系ガジェットではと思えるくらい大満足の商品となります。タンブラーがデスク系ガジェットと不思議に思う人も多いでしょうが、それにはしっかり理由があります。本動画では私がそう思った理由についてや本商品の特徴、おすすめポイント、また実際に使っていてもっとこうだったらなと感じた点を紹介します。タンブラーを探している人はもちろん、デスク周りをアップデートしたい人はぜひ最後までご覧ください。では早速ですが、なぜ本商品がデスク系ガジェットとしておすすめなのかについて紹介します。それは本商品の大きな特徴でもあるのですが、こちらを使っていても結露しないからです。それもそのはず、本商品は真空断熱タンブラーとなっており、魔法瓶と同じ構造になっています。結果タンブラー内の温度はキープされ結露しないのです。商品のパッケージには結露しにくいと記載されていますが、ここ数ヶ月使った中では全く結露しませんでした。冷たい飲み物を普通のグラスで飲んでいると、グラスの内側と外側の温度差からこのように結露してしまいますよね。それが起こらないということです。冷たい飲み物を飲みながらパソコン作業していると、結露したグラスを触れた手でキーボードやマウスを操作するので、それらを濡らしてしまいます。当然キーボードやマウスは濡らしたくないなと思いますので、飲み物を飲んだら都度ティッシュなどで指を拭くことになります。これとっても面倒ですよね。それが結露しない本商品なら、飲み物を飲んでいても指が濡れないので何も考えずパソコン作業ができます。サーモスのタンブラーを購入してから本当にストレスがなくなりました。本商品の良いところは結露しないだけではありません。先ほども紹介した通り、真空断熱の技術が採用されているため飲み物の温度が保ちやすいです。ということで冷たいものは時間が経ってもその冷たさをキープできるのです。これはお酒を飲む際にとっても便利です。というのも、普通のグラスでお酒を飲めば通常このように氷が溶けていきます。ですが本商品であればグラス内の温度がキープされやすいので氷が溶けにくいのです。その結果ハイボールや水割りはお酒が薄まりにくく、時間が経っても美味しさをキープしてくれます。一応公式では6時間経ってもこのように氷が残っているとはありますが、実際に検証したところここまでは残りませんでした。ですがこのように氷自体は残っています。もちろん気温や環境によって左右されると思います。ただ6時間経っても冷たさをキープしてくれるというのはこの内容からも伝わったのではないでしょうか。また氷を使わないお酒、例えばビールであったとしても冷蔵庫で冷やしておいた冷たさがキープされたままですので美味しさもキープされます。その他にも冷たさがキープされやすいということで氷代の節約にもなりますし、氷が溶けてお酒が薄まる前に急いで飲もうといったこともなくなるので、お酒自体の量も私は減りました。それらもサーモスのタンブラーのおすすめポイントとなります。とここまでは本商品の特徴やおすすめポイントを紹介しましたが、ここからは実際に使って感じた残念な点を紹介します。と言っても致命的なものはありません。強いて言うならですが、それは透明ではないことです。透明のグラスならハイボールを作る際だいたい目分量で作っていました。それが本商品はどれぐらいウイスキーを注いだかわからないため、都度グラスでシングルを注いでからハイボールを作るようになりました。この一手間は少し面倒なところがあります。ただ真空断熱のタンブラーですので透明にしろという方が無理があります。先ほどお伝えしたようなメリットが大きいですので、ハイボール作りの一手間ぐらい私は喜んで受け入れています。ここまでの内容を総括します。本商品は真空断熱のタンブラーということで使っていても結露しません。結露して濡れた手でキーボードやマウスを操作するのは不快なことですが、それが一切発生しない点がデスク系ガジェットとしておすすめしたい最大のポイントでした。また結露しないということは、冷たい飲み物はその冷たさをキープしやすいということも意味します。そのため氷を使ったお酒は薄まりにくく、美味しさまでキープされます。さらには氷が減りにくいので氷代の節約や、ひいてはお酒代の節約にもなります。私が使っている本商品は 600ml 入るサイズとなっており、動画公開時 Amazon で2300円ほどでした。デスク系のガジェットとして捉えた場合もかなり安いものだと思います。それでいて先ほどからお伝えしている通り、パソコン作業のストレスをなくしてくれます。気になった人は実際に購入されてみてはいかがでしょうか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容が参考になったようでしたら、チャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。
またもし本商品を使っている人がいましたら、その感想をコメント欄で教えていただけると助かります。サーモスのタンブラーを購入しようか迷ってる人の参考にもなるはずですので、ぜひお願いします。今回はここまでとなります。それではまた別の動画でお会いしましょう。